はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録かと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキは、先月から使ってるこのティムール産業なんですけど、今月、まあ7月1日になったということで、BO3 の方にね、また挑戦していこうかなと思います。なんかね、やっぱ運要素、BO3 の方が、運要素というか調整がないのかな。だからもしかしたら BO3 の方が、上達すれば安定して勝てるんじゃないかなということでね、BO3 ちょっとやっていこうかなと。はい。だからちょっとね、サイドボード、普段あんまり、組んだことないんですけど、ちょっと組んでみました。まあこれからちょっとね、組み方っていうのを慣れながら、ちょっとそこも上達していけたらなということで。はい、とりあえず今回はアグロとコントロールそこら辺に対してのサイドボード、まあ、ちょっと自分で考えて組んでみたんですけど、まあ、使いながらここら辺は調整しようかなと思います。まあ、考察であったり軽蔑的な一撃、ドラゴンの冷え、鹿の戦車、消えゆく希望、才能の試験、否認、家の焼き払い、陣にコーマという感じですね。はい、まあ、とりあえずこれでね BO3 やっていきたいと思います。先月ミシック行けなかったからね。多分、そうです。ゴールドティアからですね。はい。ここから登っていきます。BO3 にして、これにして、さあやっていきます。はい、プレイ。さあ先行で、まあキープしていきましょうか。さあこれはいきなりアグロですかね。ボロスアグロか。あんまダメージ食らいたくない。いや、違うか。そうですね。先にカウンターを乗せようとさせてから戻す。ちょっと土地が止まったのがきついね。ボロスアグロ相手に土地が止まるのはかなりしんどいぞ。さあお相手やりたい放題になってきた。これはちょっと勝つの難しいかな。表現の反復、うわ
ちょっときついな、これ。そう、サイドボードでこのボロスアグロをなんとかね、止めれるようになりたい。どうやって止めるかだね。うん、これはもう負けですね。今更ちょっとこのカード来たとこってどうしようもないんで。もう少し早ければ間に合ってたかもしんないけどね、ちょっとあまりにも遅かったね。はい、止まらないと。さあ、サイドボード行きましょう。エシカの戦車で止まるんかな。これで6枚抜いていく。いや、でもエシカさすがにこんなにいらないか。さあ、これでいきましょう。はい、まあ相手がどんなねサイドを使ってくるかっていうのもね、ちょっと見ていかんと。ちょっと気持ち事故るか、どっちかな。刺激いるから行くか。うん、ちょっときついかな。サリアっていうのが来るんだな。どうする？先へ行く希望。土地や土地。
ばいというか、これは終わってるな。しかも産業のタイタン2枚落ちるとか。そうか、もう BO3 でも結局事故るか。もういいっすか。はい、お疲れ様でした。悲しいっすね。かなり悲しい。はい、とりあえずね、1戦目森を引かない事故にあって、2戦目山を引かない事故にあって、どう調整していいんだこれ。土地触る、でも土地触るっつってもな、どう。赤マナが8枚、緑マナが3の5、11枚。赤マナはちょっと足してもいいかな。サイドが結構赤いんで、アグロ対策になるとちょっと足してもいいかなって感じありますね。ここ足すか。10枚まで行く？いやでもあんまり入れにくいな。メインの方がね、そんなにそもそも入ってないからな。で、エシカがちょっとボロスアグロ相手だとしんどいかな。考察ちょっと増やして、まあでもあとドラゴンの日か。まあでもあんまりやりすぎると今度違うデッキ当たった時サイドボードがね間に合わなかったりするんで。まあ、とりあえずちょっと調整してみました。これでやってみましょう。はい、プレイ。さあ先行。そうだね、さっき先行2回やって2回とも負けるっていうのは結構ショックなんですけど、普通に。結構アグロ多いんかな。どっちが先行かわからんレベルやな。もう急がんと負けるんちゃう？もっとアグロ対策に全振りしてった方がいいかもね、これ。残した方がいいか。
強引に行くにしても弱いなぁなんて。それだったらさっき打っとけだよな。今のは下手だわ。ちょっと とてもじゃないけど勝てる気がしない。あれこんなにアグロに弱かったかな。っていうのが正直なとこだな。これ電圧のうねりとかがなんかほぼほぼ効かない。さあ7枚でキープ。いや BO3 の洗礼ですかね。相手はきっちり1ターン目から動いてくるけどもこちらは何もできない。厳しい。なるほどね、罠外しが入ってくんのか。どちらかというとブロックしたいところだね。さあ表現の反復。まあ想定外のハンドですね。いやーいらんやろさすがに。いらんというかきついわ。透かされたかのような動きですね向こう。ダメだこれ。さあアタック。
さあ、ジュアート。ただね、もうライフがないからな。本当にきつい。これ捨てるやからあかんのか。しまったな。こいつを使いたかったんだけど、まあいいか、普通に土地としてプレイしよう。ここは攻撃せずに産業のタイタンにつなげたいね。それはもらうわ。さあ、こうしない。さあ、向こうもでかい。難しいね。さあ、エシカの戦車。まあ一旦刺激普通に出して土地伸ばそう。はい、対戦ありがとうございました。さあ、お相手がクリーチャーデッキということで、グーアをもう完全に抜いちゃっていいんじゃないかな。否認は捨てよう。ドラゴンの人、エシカの戦車も抜くか。しかも戦車抜くとさすがにブロッカー少ないか。
焼くって言っても無理があるよね。4号とか出てくると。ちょっと中途半端な気しますけど、いきますか。間に合ってくれるといいんですけど。緑はね、この2ターン目が強いわな。3ターン目よりも2ターン目。3ターン目何出てくるんだろう。ここでジュワー島で1回消せたらいい。というか何もしてこないのが一番いいけどね。もう一番嫌な動きだよね、それ。さあ、考察。1マナでね、防がれるのほんときついね、これ。しかもサイズでかくなっちゃったし。ダメだね、止まんないね。止められん。ターン終了。この回り方されるとそもそもが勝ち目がないのかな。間に合わんな。それでもダメージとしてはもう致命的ですよね。ここからひっくり返すのはちょっとイメージできないな。とてもじゃないけどちょっと勝負になってないですね。さあ、とりあえず、2戦やったんですけど、ボロスアグロ、ミドターンアグロだったんですけど、ちょっと全く勝負にならんかったっすね。きついなぁ。何入れていく？これ多分、考察、家の焼き払い、家の焼き払いはまあいいとしても、緑相手だったらもうこっちの方がいいんじゃないかな。そしてアグロ自体がそんなにいないのかな。もっと回復しながら粘り勝つイメージのデッキ作ってった方が良さそうだな。
ペンセブン、家の焼き払うというよりも、消えく希望抜くか。ちょっとまたちょっと調整してみました。アグロが多い環境なのかな。こいつらでちょっと耐えていけないかな。ちょっと待てよ。まあまあいいか。はい。これでいきまーす。さあやっていきまーす。はい、プレイ。めっちゃ先行はくれるんだけど、おっと、まあでもこれは一応いくか。なんかここから土地を異常に引かん限りはなんとかなるような気がする。まあ、これもバウンスと考えるんであればね。静かな立ち上がりですね。多分トークンデッキかな。グーは潰せたのはでかい。ん？あれ？なんか攻めるカードが来ないね。さあ、鏡割りの偶話。ここで書き消しあんま使いたくなかったけど、しゃあないな。あの宝物トークン一つがちょっと鬱陶しかったね。いいですね。それじゃあ2枚捨ててカード引く。まあ、とりあえず殴るか。
さあ、記憶の氾濫。書き消しと否認どっちだ。まあでも書き消しかな。さあ、これで書き消し構えながら次のターン、タイタンも出せるし、黄金貨も出せるしって感じですか。まあ、先に出すなら黄金貨。さあ、アタック。ターン終了。スカルドの決戦か。まあ、OK でしょう。記憶の氾濫。さあ、産業のタイタン。エンチャントを破壊して縦カウンター乗っけようか。はい、対戦ありがとうございました。どちらかというとでもクリーチャーデッキですよね。速攻もついてる感じやったし、ちょっと一回こいつ試そうか。さすがに作業場の船長そこまでいらんか。次サイドボード組むとき1枚減らした方がいいですね。デッキが組みにくい。さあ、殴り合いかな。殴り合いになるのかな。すげえハンドが、すげえ。まあ、めちゃくちゃ早い出来ではないからね、向こうも。おっと、連続で産業のタイタン引いとる。3枚しか入ってないのに。これはなかなか。さあ、鏡割りの偶話。ここはぜひね、宝物トークン行きたいね。宝物まで出せるよ、出せれば。さあ、向こうも鏡割りの偶話。1枚かな。さあ、ダック。
さあ、作業場の船長。アグロはこれでやっていきたい。回復しながらパンチ力あるやつ出して、しかもやられてもまたに44出てくると。殴ってくるんだったらもうこれ全然ブロックっす。で44が出てくる。これ多分アグロにめっちゃ強いよね。さあ黄金かのドラゴン。もう殴っていこう。さあこれで次のターンに産業のタイタン出せば勝てるんじゃないかなと思うんですけども、それはいらないですね。おう、じゃあ殴っていただいて、戻っていただいて、サブロック。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ティムール産業ということだったんですけども、そうだね、うん、作業場の船長サイドボードに良かったね。まあ1枚ちょっと抜いてもいいかな。代わりに、まあ代わりに入れるカードが非常に難しいですけどね。まあ、燃え殻地獄とか入れときましょうか。はい。まあ、とりあえずね、今回ちょっとティムール産業を調整という形だったんですけど、まあ、BO3 用にね。うん、まあ、どうだろう。今回2勝1敗、じゃねえわ、1勝2敗か。1勝2敗っていう形だったんですけど、まあまあ、調整していけば、そこそこ勝てるんじゃないかなという印象ですね。まあ、これからもちょっとね、次ローテーションまで長いんで BO3 挑戦していこうかなと思います。はい、まあ、ちょっとね、あの動画の感じが変わっちゃうと思いますけど、はい、これからもよろしくお願いします。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。